先輩、いらっしゃいますか？今、少しいいですか？部長と話したんです。この間先輩と見た一人芝居のこと。部長が言うには、あれは人に見せるためのお芝居ではないのだと。そうなんです。私、一目で引き込まれて、お芝居が終わっても放心したままでした。人に見せないお芝居って、何でしょう。そうなんでしょうか。私、あの後も何度か部長の一人芝居を見に行ったんです。毎回違う物語で、それぞれきちんと完結している気がしました。だからこそ、わからなくて。あんなに素晴らしい演技を誰にも見てもらえないなんて、もったいないです。それに私、お芝居をしている部長の姿を、たくさんの人に見てもらいたいんです。演じている時の部長は、どんな時よりも生き生きと輝いてるから。部長のお芝居、他の人に教えてあげてもいいですよね。先輩に相談してよかった。じゃあ早速方法を考えます。ありがとうございます、先輩。こちらからお願いしたいくらいです。